はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。三歩用紙の堅実な地に足をつけたネットビジネス、ネット物販の情報発信をすべく、こちらのチャンネルを運営しております。もし今回の動画が参考になったなって方、よろしければ、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。今回は、プロダクトローンチを断った理由について話をさせていただきます。まず、私の経緯、経歴についてなんですが、2012年の末頃からブログアフィリエイトを始めて、2012年、2013年から本格的にネットビジネス界にダイブしました。 2013年の5月に、与沢翼、蝶の舞、パンダワタナこのお三方が運営する1000人規模の IBS というネットビジネス塾の中に参入して、キャラクターブランディング、自分のキャラクターを立ててブランディングを行う、認知していただくという手法を行い、その1000人規模の中で生き残っている人間って数十人いて、その中で真っ当なネットビジネスをやっている人間って本当十10人ぐらいしかいないかもしれないんですが、一応その10人には入れているかなと。 一応サバイバルはできているかなと思います次にプロダクトローンチについての説明ですランディングページ通称 LP と呼ばれる縦に長いセールスページをご覧になった方多くいらっしゃると思いますその縦に長い LP を横にして5日間に分割して1日1動画出していく中で洗脳していき 5日目でセールスをガツンとかける、クロージングをかけるっていうのが、プロダクトローンチのやり方で、アメリカで誕生したセールス手法です。2012年末に与ザワツさんがバックについて、八代ロ文さんという方のゲームセドリですね。量販店に行ってゲームを買ってきて、それをネットで売りましょうっていう塾をドカーンとやったのを皮切りに、2013年、プロダクトローンチバブルっていうのが起こりました。その後、2013年、2014年と、ヨザ 翼さんの会社の社員だった人たちが独立してマーケッターとして数々のプロダクトローンチを手掛け 1件行えば1億円から3億円ぐらい入るっていう時代もありました。2014年頃からだんだん下火になってきて、それでも一件行ったら3000万から5000万、うまくいったら1億円ぐらいの売上が立ちますよと。その中で広告費ってだいたい100万円から200万円ぐらいが相場でしたので、ほぼほぼ収益として懐に入っていたわけです。こちらの動画でウェブプログラマーであり、ブロガーであるマナブさんという方が、年収と年収をごちゃ混ぜにして発信したツイッターに対して、 もの申したんですが今回私が言及するプロダクトローンチに関しては年収ほぼほぼイコール年収と考えていただいて差し支えありませんさて私の経歴に話を戻すと2013年末から2014年にかけて与沢翼さんの会社並びに与沢翼さんの塾の生徒だった人が独立して会社を立ててそこで手掛けていたプロダクトローンチの裏方を行っていました具体的な内容としては動画の編集も行いましたし実際にその現場で まさにカメラで撮影している真後ろに立ってその状況っていうのを見てきた人間ですので今回話す内容っていうのはあくまでも自分の実体験ベースでの話なので信憑性っていうのは比較的高いのかなと思いますではネットビジネスの大型キャンペーンプロダクトローンチのメリットとデメリットについて話をさせていただきます 私みたいに細々と YouTube で発信している人間って、そのぐらいの金額を一気に手にするっていう機会は正直ないんですね。別に入学時期が決まってるわけでもないですから、生徒さんその方その方のタイミングに合わせてお問い合わせをいただいて、そこに対して話をしていって、変なセールスとかかけず、クロージングとかかけず、お互いプラスになるのであれば、じゃあコンサルティングよろしければやりましょうかっていう話になるわけなので、水商売的な側面っていうのがあって、 決してて毎月いくら入りりまますっていう商売ではありませんただそのやり方っていうのが自然なやり方だと思うのでやっているわけなんですが、プロダクトローンチに関しては繰り返しになりますが、5日間の中で洗脳してドーンと最終日にセールスをかけるわけなので、ほぼほぼ一気に一瞬で何億円っていうお金を手にできることがあります。 個人的に発信していてもリーチできない人にリーチできるっていう面はありますよね。私一生懸命とはいえ細々とこうやって動画を発信しているわけなんですが私の動画に気づかずにもっともっとお金かけている広告かけているような人たちに流れていってしまう方っていらっしゃいます。実際私の生徒さんで無在庫転売をやってしまいました。で、無在庫転売をやり始めた後黒沢さんの動画に出会いました。もし黒沢さんの動画先に出会ってたら私無在庫転売なんてやりませんでしたって方結構いらっしゃる ですががそそそれは私ののの発信力っっいうのが脆弱だったたたかからここ方たちにリーチすることができなかったもっとガツンとキャンペーンを打っていれば現実な方との出会いっていうのもその中で必ずあるわけですからそういった面ではリーチできない人に大型のキャンペーンを打つことによってリーチできるっていうのはメリットだと考えています 比較的短期で撮影っていうのが終わって準備ができるっていうことです。撮影して構成して場合によっては撮り直してっていう期間を含めても2週間ぐらいあれば、運んくんのプロダクトローンチの撮影っていうのを簡単に行うことができるわけです。 基本的に何を話すかだとか、どこで泣くかだとか、そういうポイントっていうのはもうあらかじめ決まっているんですね。脚本があるっていうことです。これはメリットとして考えれば、自分で何を話すか考える必要がないので、楽っちゃ楽ではあるかなと思います。 こういったキャンペーンを打つとどうしてもヨートクニックビジレイク体源相互の必ず稼げますだとか再現性100%だとか誰でも簡単に初月から50万円だとかまあありえないようなことをズダ,ダダダダって言わなければいけないつまりうさんくさいこと嘘を場合によっては散りばめた発言を絶 にすることになりますからそういった橋の仕方をしていくと必ずうさんくさいって言われるんですよ当然ですよねうさんくさいことをやってるわけですからさらにアンチマーケティングの人たちの格好の餌食にもなりますのでどんどん自分の名前が汚れていく汚れていくっていう状況になるわけです マーケッターの人たちはいろいろなビジネスをマーケティングしている人ですから、ある時は FX が一番いいなんて話をしたと思ったら、今度は中国輸入っていうのが今までにない素晴らしい手法であるみたいなことを言うわけです。これが一番ですこれが一番ですこれが一番ですを複数回言ってしまっているので矛盾が生じているという話になります。 一回のキャンペーン、五日間の五日目でドーンとセールスを行う、クロージングを行うわけですから、その瞬間に100人、200人、300人単位で人がドバって入ってくるわけですね。みんな一斉のせで進めるので、特に初めの3ヶ月間っていうのは、もし私の後ろに弟子みたいな人がサポーターとして10人ついていたとしても、細かい要所要所はやっぱり自分が先陣を切って、前に立って、 で生徒さんとやり取りしたりする必要も出てきますからもう全く私が賄える範囲ではないっていうことですね以上のことを踏まえて私にも大型キャンペーンのオファーっていうのが来たことが何度かあるんですがすべてお断りをしています全く違う種類のネット物販の大型キャンペーンを私が顔出しして名前を出してやってくれないかっていうオファーまで来ましたマーケッターだとかディベロッパーだとかプロモーターだとかまあ好き勝手な名前くっつけていろいろなキャンペーンの裏で手草 引いている人間っていうのがいるっていうことを知っていただきたくまたプラスアルファとしてもちろんそういったマーケティングに引っかかった人たちっていうのもある種の被害者であり少なくともかもではあると思うんですが実は表に立っている講師役の人っていうのもある種の被害者になってる可能性があるんですよっていうことにも言及したかったんですよくネットビジネスの人たちってギラギラしたパーティーを行ったりパーティーの集合写真をドカーンってアップしたりしますよねヒルトンでお茶 会会しましまたたキキラキラ女子会みたいなノリでものすごく高級そうなとところでで肩組んで集合写真撮ったりだとかそういったキラキラしたもの、ギラギラしたものに引き寄せられる若い世代の人たちだとか、港区女子みたいな人たちっていうのがいるわけですね。で、港区女子みたいな人たちで綺麗どころの人っていうのも必ず何人かそういうところに参加していて、今までやったこともないような、具体的に言うとツイッターのアフィリエイトの塾みたいなのをドカーンとキャンペーン打っているってパターンもあるわけです。こういった場合 表に立ってる人っていうのはミーハーな人でお金持ちになりたい人なのでうんぜんまんをちらつかせたら自分の顔や名前が汚れたってまあいいやっていう感覚で乗ってくる人いるわけですね。ある種口車に乗せられて玉よけにさせられた客寄せパンダにさせられたとも言えなくはないわけです。そういう人たちの末路って一千万二千万円のお金は手にしたかもしれないですけれどもキャンペーン一発売ったらもちろん評判も良くないですよね。実際その人が何もサポートできないっていうこともある し古大広告とは乖離した実情を目の当たりにした生徒さんたちがその人たちに当然文句を言うわけですからその前に立っている人の名前っていうのは地に落ちるのでそのまま無償していってしまう。もうどこに行ったかわからないっていう状況になってしまうんです最後までご清聴くださりありがとうございます失礼いたします